ほんじゃあ今回もやっていきます。さあ、ということで、今回もやってまいりましょう。どうも、ラルでございます。ということで、今回なんですけれども、スマホ版ニャンコライ戦争の方やっていくわけなんですけど、今回に関してはですね、すんごい珍しいんですけれども、何個目のアカウントだ？もうほぼほぼ、手つけてない、放置赤の方でちょっと今回遊んでいこうかなと思います。まあ、たまにショートの方でですね、ちょこちょこやってたりはするんですけど、多分こうやって動画にするのはね、だいぶご無沙汰かなとは思うんですけど、まあとりあえずね、受け取っていきましょうか。で、多分この後かな、カムバックの方がもらえると思うんですよね。じゃあ行きましょうか。はい。次かな。あ、これだ、これ。お帰りなさい、カムバックということで。レアチケット2枚と、そしてニャンコチケット3枚は特別にプレゼントということでね。これカムバックログインさ、これ前ももらったんだよね。いつだっけな。もう全然開かなさすぎてね、めっちゃカムバックされるんですよね。まあおかげさまで結構チケットがもらえたりとかしてすごく嬉しいんですけどもね。ということで、まあこっからはとりあえず普通のあれかな。はい。で、特に別に今回ね、これっていうことは特にすることはないんですけど、まあ、せっかくなんでね、まあ、レアチケットの方いただいたんで、まあ、有効活用してガチャの方回していきましょうか。つうか待って、17枚あるんだけど、こんなにあったの？全然気づかんかったわ。なるほどね。イベントガチャが5回と、あとニャンコガチャがなぜか99プラになってるっていうね。うわ、142枚。俺こんなに貯めた記憶マジでないんだけど。そうなんだ。そうなんだ。マジか。ちょっと待って、キャラクター見ていこうか。これ何持ってて何が持ってないとか、その辺もわかんないからな。一応多分このアカウントに関してはリスタートパック買って、で、そこから多分ね、まあなんか気が向いたらログインするぐらいの勢いなアカウントなんで、本当に。なんで猫忍者だけ、なぜこのキャラクターだけ解放されてるのか全くようわからんけれども。あー、なるほど。リンリンは回収してるんだね。で、そんでもって、なぜかチビカオルがいる。あー、なるほどね。エヴァコラボは経験してたんだ、このアカウントね。あと、ランマもあるしね。猫パンダということで。覚えてないね、この辺に関してはね。だって何個目のアカウントだよ、マジで。もう持ちすぎだよな、マジで。自分でも把握できてないっていうね。あ、でも結構いるな、キャラクター。割といるね。あと気になるのはね、超激、大掃除猫いるんだ。マジか。あとはチビアスカ。で、こっからあれか、超激ゾーンですね。猫アイス、武田信玄でしょ。で、服部海。で、テルン、ガネーシャ、カタパルズ。結構いるな。で、カルセルズ。マジかよ。で、メララド、エアル、フリーズ。そして、マジで言ってるよ。ちょっと待って。嘘。幼獣顔なんかいつ手に入れたん俺。知らないんだけど。すごくない？マジで？しかもあと伝説もいるんだけど、ヘブン博士。何？結構このアカウントやばくないか、普通に。そんなアカウントを放置やかっつってさ、もてあそんでるのもすごいあれですね。マジか。ちょっと今日一番の衝撃なんですけど、マジか。まあ、つって別に本腰入れるつもりは毛頭ないんですけど、まあとりあえずね、まあこうやって気が向いたらまた動画でやるみたいな感じでね、今回やっていければなと思いますけども。ちょっと待ってよ、どうしようかな。にゃんこガチャ一回、待って、福引きもめっちゃあるぞ。これ、マジかよ。しかも貯蔵庫もなんか微妙にいるし。どうしようかな。まあいいや、とりあえずまあもらったね、この2枚で一旦ちょっとね、ガチャ回そう。そっから考えよう。どうするかね。じゃあちょっと単発でいきまーす。はい。最近なんかサマーガールズいろんなアカウントで回してる気がするんですけどもね。さあ、まあですね。はい。せめて救命ニャンコをちょっとね、拝みたいんだよな。あのキャラクターはね、どのアカウント通して持ってないからな。頼む。全然関係ない。全然関係ない。ダメそうだな。はい。はい、残念ながら何にも出なかったですね。はい。よし。じゃあどうしようかな。せっかくだからこっからはなんかやろうか。まあこの辺なんかクリアできないよね、さすがにね。やったらボロ負けになりそうなんで。じゃあ今後のことを見越してとりあえずニャンコガチャ回そうか。142枚全部使ってとりあえずですね。まあプラス上げだったりとか、まあ青玉が余ってレアチケットに変えてですね。まあ次の機会に取っとこうかなと思いますけど。まあいいや、じゃあもう回します。はい。マジか。めちゃくちゃ意外なんだけど。じゃあ定期的にこのアカウントも、いや、初何回、嘘。うわ、ってことはこれさ、あ、これはあるんだ。いや、これは、なんかよくわかんねえな。スキップができないっていうね。あ、タンク猫は持ってたんだね。猫は初か。なんだこれは。なんだこのアカウントは。だってこれいつから始めたんだろうね。それすらも全く分かんないもん、このアカウントに関しては。なんか物心ついたらなんか持ってましたみたいなね。まあ多分あれなんだろうな。なんか以前さ、アカウントで、なんだっけな、何十アカウントでレジェンドガチャかプラチナガチャを回すみたいな企画で、多分なんか残してたんだろうね、一つだけ。端末が余ってたから、多分それで多分残してたアカウントじゃないのかななんて思うんですけどもね。わからんけれども、まあ真相はね、もう過去の自分にしかわからないから、その辺はわかりませんけれどもね。でもだいぶ貴重だよ。幼児が思ってるのはびっくりだわ。てっきりね、なんもなんか特になんか、なんだろう、めぼしいキャラクターはいないんじゃないのかななんて思った矢先に意外と思ってたんでびっくりしましたよ。そしてトカゲもお初でございますね。やばいな、お初多すぎますね。はい。そろそろ、まだか、まだ112枚ありますね。よし。どうしよう、福引きガチャは回そうかな。あれもなんか微妙に溜まってたんだよね。あれもなんであんなに溜まってるのかはもう全く記憶ないんですけどね。ああ、これ初か。研究ね。なるほどね。あれだね。マジか。サブのサブアカウントよりはそこまでですね。まあ、アカウントは樹立はしてないけれども、まあ、それでもなんか、まあ、それに劣らないぐらいはあるんじゃない？またお初か。はい。まあ、また定期的にですね、まあ、ショートだったりとか、その辺でやっていければなと思います。はい。まあ、多分このアカウントをメインで使うことは多分ほぼほぼないんじゃないのかなとは思うんでね。まあ、何かしらでですね、ショートで遊んでいければなと思います。まあそんな感じかな、とりあえずね。あとそうだね、そのサブのサブアカに関しても、あ、いっぱいになっちゃったよ、もう。ちょっと待って。じゃあちょっと全て使っていきましょうか。はい。まあ余んないよね。でしょうね。レアチケットに変えようなんて甘い考えがダメだったか。いやー、まあしょうがないな。じゃあいいや。まあ、基本キャラクターが、もう言えなかったよ。もう基本キャラクターだったりね、この青玉のですね、もうプラス上げて考えればいいやね。はい。で、まあまたいつか気が向いたら、なんか進めていければなと思いますけどもね。多分これは未来編からじゃないのかな。日本編は多分全部ですね、リスタートパック買って多分始めてると思うんで、お宝も全部揃ってるかななんて思うんですけれどもね。まあやる気があったらやろうかなと思います。その前にね、サブのサブの方をね、やらなくちゃいけないんでね、あのアカウントもね、一応猫缶をとりあえずひたすらね、猫缶とかチケットとかね、ひたすら貯めてって、まあとりあえずね、満を持したら、進めていくみたいな謎の計画をしてるんでね、それが終わってからじゃないのかな。そしたら何年後だよ、マジで。マジで何年後だって話になるからね。なので、まあ、とりあえずね、まあ、ゆっくりやっていきましょうか。最近ね、1日10分系のね、チャンネルの方もやってるんでね。はい。最近あっちやったり、こっちやったりで、なかなか忙しいんですけれども、まあ、意外となんかね、その方がなんか楽しいななんて思ってるんですけどもね。まあ、体内時計めちゃくちゃぶっ壊れておりますけれども、まあ、そんな感じでございます。さあ、残り20。またかよ、もう。早いよ、いっぱいになるの。じゃあ、これでも余んないでしょ、どうせこれ。2個余った。いや、2個たまたまでもさ、意味ねえんだよな。レアチケットにはならないんだよな。あと3つ欲しいんだよ。3つ玉がないとね、レアチケットにならないから。でもまあ、なりそうじゃないから。この22連で1枚ぐらいは回収できそうじゃないのかな。まあいいや、もうこれで最後にしましょう。はい。最後の、10連で、10連か。10連でございます。よし。で、とりあえず、この後にですね、とりあえずまた見ていきましょうか。多分あれじゃないのかな。一旦使いましょう。そして、3つかよ。ダメじゃん。ダメじゃん。小屋しに書いてはだってあれでしょ、ほら。2個ね。じゃあダメですね。はい。じゃあ、福引きも回しましょうか。はい、90枚か。多いな。まあ、とりあえず福引きに関しては特に狙いっていう狙いはないかな。そうか。これも全部お初か。なるほどね。だってちび系持ってなかったもんね。さっき確認した時にね。そうなると、しかも経験値も全部この2だから、スキップができないっていうね。この感じね。てか、アイテムとかどうなんだろう。アイテム39か。微妙だな。そんなにないのか。アイテムに関してはね。アイテムとかがあればね、なんか、まあちょっと遊んでね、なんかやってもいいかななんて思ったんですけど、そんなにないからな、あんまりちょっと無駄遣いできないですね。はい、ということで、遅いスキップができないからめちゃくちゃゆっくりだな。これずっとこの調子かな。あー、一通り出るまでずっとこんな感じでございますね。なのでちょっと使い切るまでは少々お待ちいただければと思います。でももうこれ回したらもう今回は終わりじゃないかな。もう他に特にもうやっとくことはない気がする。強いて言うんだったら幼獣顔をとりあえず甲獣にさせておきたいかなって思うんで、それやって終わりかなとりあえず。まあ別にそれ次回でもいいんですけどもね。またでもこのアカウント次ね動画で撮るっつったら多分相当先じゃないかな。多分今年はほぼほぼあるかないかっていうレベルじゃないのかな。まあショートとかではやるかなと思うんですけどね。多分メインの動画では多分やらない気がすると思うんでね。そうなると今のうちにやっちゃおうかな。あー、スキップができない。スキップがなかなかできませんね。そろそろもうできたら全部まだかまだ出てないんですね、あなた。はい。そろそろ。あとトレジャー、あれトレジャー来たかな。トレジャーが来てないような感じもするけれども、でももう一通り来たらさすがに、あ、来たわ。言うたら来たわ、トレジャー。これで多分できたと思います。はい。いや、じゃなかったわ。まだあったんか。スナイパーね。はい。しかも全然ないっていうね。はい。これで正真正銘、まあダメだわ。そういうとダメですね。全然持ってなかったわ。はい。ということで、なかなかテンポがちょっとすごく悪いため、なかなか進まないっていうね。猫も持ってないんかい。はい。疲れちゃったな。もうなんか、育成、やめとこうかな。結構、ちょっと待って。このツッコミに疲れたぞ、もう。あと残り、まだまだ回さなくちゃいけないからね。ちょっと待って。もうちょっと目薬さそう。ちょっと待って。すごい目が疲れてきた。あー、しみるわ。はい、再開でございます。あともう少しでございます。あ、またトレジャー来た。トレジャーね。あー、そう、本アカの方でさ、トレジャーもね4桁今目指してるんですけど、なかなか回収できないんだよな。なんか難易度難しくてもいいから、なんかトレジャーのドロップステージみたいなの来てほしいなって思いますね。そしたらね、とりあえずちょっと回収してね、4桁にすれば、アイテムがね、一通りね、すべて4桁になって、すごい美しい光景ができるんでね、ちょっとそれもね、今ね、密かな計画中なんですけども、あ、最後でございます。はい。そんな感じでございます。はい、やっと終わるわ。はい、ということで、放置しまくりのアカウントも、とりあえず今回は、これくらいにしようかなと思います。最後にとりあえず貯蔵庫見て、全部使って、終了でございます。あー、疲れた。あ、ランクめっちゃ上がったんだけど。762まで上げましたね。なんつった、762っていうことで、だいぶ上がりましたね。ということで、今回はだいぶご無沙汰なんですけれども、普段放置しまくりのアカウントの方でですね、ちょっと今回遊びました。意外な発見が多かったんで、ちょっとびっくりしましたけれども、まあ、またですね、年1か半年に1回かわかんないんですけれども、また機会があれば、動画の方でやっていければなと思います。ということで、今回動画は以上になります。また次回動画でお会いしましょう。顔が見えない。